今回の企画は12秒進捗10個クリアするまで終われません。一見何のことかわからない恥ずかしい名前の進捗をクリアするまで終われない鬼畜企画。12秒になりきり無事進捗をクリアすることはできるのか。闇の力が欲しいか、ならば今すぐチャンネル登録をしろ。はい、ということで、今回の企画なんですけども、今日は、なんか中二病の進捗が20個用意されてる世界で、進捗10個達成するまで終わりません。イエーイ。いや、今日はですね、オリジナル進捗やってまいりました。今日中二病のなんかいろんなオリジナルな進捗が、たくさん追加されてるらしいので、その中で、10個達成せよってことですが、皆さん中二病メイがいる？いや待ってください。なんで取り入れるんですか。ちょっと待って、メイは中二病だ。メイは結構さ、中二病をこじらせる感じあるけど、オンリーとか一番遠いでしょ。あ、過去には多分経験してますね。あ、過去に、俺中二病オンリーいたの？中二病だった時代が、多分眠ってます。分かった。じゃあちょっとみんな、進捗のタイトルは分かってるから、そのタイトル、進捗がどんな進捗なのかを予想しながら、いろいろ行動していきましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。いやー、ついに俺の眠れる力を解放するときは。いや違う、ボーさん別に中二病になる企画じゃないから。違う。中二病進捗をちゃんと狙ってってね。でも結構むずくないですか、今回。ピンとくるやつがパッとないんだけど。ウェルカムトゥアンダーグラウンドとかあるよ。地下に行くのかな。今日、朝麺におはようって言ったんですよ。はいはいはい。麺からおはようって帰ってくるかなと思った。今日も世界が始まったねって。めっちゃ中二病や。中二病だ。めっちゃ中二病だ。お癖になってんだ。音殺して歩くの。スニークでずーっと歩いてるんだ。あ、来た。癖になってんだ。音殺して歩くの。これちょっと、これなんか読み上げろって言われた。うん。やっぱ、そういうルール？そう。達成したらやっぱ、それっぽい感じで、みんな、はい、よろしくお願いします。やだー。やだわ。いや、もう読みたくないっすね。待って、みんなちゃんと達成してってね。僕ちょい、ウェルカムトゥーアンダーグラウンド行ってくるわ。はい、うん、多分下の岩盤に到達するとかじゃないかな。違うか。ああ、なるほどね。おおむね中二病のセリフが多いんですけど、うん、なんか一個だけこれ中二病型やつ混じってるんですよね。あれ、どれ。あ、オンディ、いや、うわー、このリアルドボメンっていう、なんかそういうなんか叫んでるもんあるんですよ。やっぱそれはもう、ああ、このリアルドボメン分かったわ。え、いや分かるの？分かったわ。多分俺も分かってるんですよ。あれっすよね、多分。あれだよね。何、教えて。あ、でもあれなんだけど、あれがないんだよね、今ね。あ、でも俺、あれ取りましたよ。あれか。待って。全然伝わんないから。リア充どもめオラくん、何だったいや、あの、これ、ひよこに、このひよこに麦の種を与えたら、子供が生まれて、うん、はいはいはい、あ、はいはいはい、子供と繁殖か。まあまあ、そうです。はいはいはい、なるほど。繁殖ね。いやー、寝起きでこれをやるとは思わなかったですね。気合い入れてこ、さあ、岩盤到着。おー Welcome to Underground。 これなんかさ、滑った感じになるの嫌だな、これ。どれやってもそうなるんだ。どれやってもそうなるんだ。動画だとエコーかかってるんで。あ、エコーかかってるわ、絶対。あ、一応ゲート作ったんですけど、火打ち石とか。おお。はい。ええ
どの兵でも倒せなかった。ちょっと待って。ごめんごめん、ちょっと。調子が…ちょっと待って、なんて読む、なんて読むかわかんないもん、ちょっと待って。え、え、え、続々と言ってるよ。ちょっと待って待って、じゃあ Y から Y から Y から、どの兵でも倒さなかったと聞いたが、この程度か。おお。ちょっと待って、もうちょいなんかシーンとしない、シーンとしないで。え、オンリーなんか達成しなかった。あ、僕はね、これはね、敵対モンスターを倒すでしたね、シンプルに。ああ。ゾンビ倒したら出た。続いて、オンリー、オンリー。はい。行ってしまったわ。円環の断りに導かれた。笑わないでくださいよ。いやいやいや。オンリー、何だった、何だった、ね、普通にネザーに。ネザー行ったらか。ネザー行ったらか。なるほど。そうだよ。なんかネザーゲートできてたわ、砂漠に。ああ、マジ。え、ちょ、ボンさん、達成 しないようにしてます。いやいや、したい、したいのよ、したいのよ。もうあと半分だよ。え、あれ早っ。あれ、えあ、また混沌を生まれてしまったようだ。それ何それ、何。ほら、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 くん。あ、え2回目もやる。これマジかよ。え、マジですか、2回目あるんですこれ。いやいや、どっちもいいよ、どっちもいいよ。行ってしまったわ、この円環の断りに導かれて。あ、え、ちょっやだわ、やだな、これ達成するたびやばいな。2連続で続けてやらんか。黙ってればバレディーだって。2つ流れたん、ちゃんと見てるから。要塞っぽい。嘘、あんのかい。紫色なんだな。どこら、これ紫色ってことは相当気合い入れて読めってことだよね。俺のいやーもうだ、ボンさんお願いします。ちょ、渋滞して渋滞して、渋滞やり、僕ですか、じゃあ。うん、俺の圧倒的な能力の前にヒレクセ、そして砕き獣害。ガストに打ち返すね、ガストに打ち返す、はい、はいはい。あ、ボンさん初進捗。光が終わる。太陽が沈むときオーバーワールドにいる。あれ、これもう終わるんじゃない。でもほらくん、達成してるよ。おー、うん、じゃあ、まあ、ちゃんと言わなきゃ、言わなきゃ。早く。どの兵でも倒せなかったと聞いていてか、この程度か。しかし、俺死にそう。チャリーン。ダイヤモンド。いや、それ違うよ。ダイヤモンド。中二病っぽいけど、なんか。エンドラまで行っちゃおう。エンドラまで行く？ R16 出ました。お、ナイス、ナイス。エンドラ行くか、じゃあ。暗黒、エンドレじゃなかった。暗黒竜王を倒していくか、暗黒竜王。お虚無からいない。待って。虚無からイザナイが来た。しばしの間、この世界から離れるとしよう。なんだ、ベッドで寝る。寝ただけです。危な。危な。マジかよ。もう最強。あと1個、あと1個みんな。ああ、ありがとう。あと1個。あと1個。20にしちゃう?20 はやばい。全部いっちゃう。全部いっちゃう。いや、なんか、いや、いけるよ。あまりにも簡単すぎん、ちょっと。いけるよ。うん。15でどうすか ?20 いけます。いける。よし。まあ、サクッと。エンドラ倒しちゃおう。軽いな。中二病だな、だいぶ。え？じゃあ15個にしようか、今日。火をつける前に。15個。みんな座標教えて。なんかスルーしようとしてる。マイナス100の90で。言ってしまった。円環の言葉に導かれた。でも、そういえば俺も言ってないんですよ。2つぐらい。いや、もうやめにしよう、やめにしよう。なんか滑った風になるから毎回。俺の人力ブレーズの力。床に火をつけてくれ。うん、難しい。あ、え、容赦なくぶっ殺された。
あーびっくりした。なあんなやつはもういらん。あ？あれ？あら？あ逆か。またぐとこうなっちゃうんだね多分。もう一回読み上げてる人。そろそろ読み上げたい人。目読みたい、そうやったやん。いや、俺も読みたい、どう？うん。いや、目もう 言いかけてたから、読んでいいよ。そろそろ、下界へ降り立ちとするか。ちょっとこの空気やめないもんなんか。ちゃんとやろ、ちゃんとやろ。なんか、損したよね、これね。なんか、達成したことをまず地雷踏んだみたいな。そう、ちゃんと達成したの喜ぼう。うん、喜ぼう、喜ぼう。比較的に思んない。よしありがとう。どっち？なんか飯ある？あ、パンいっぱいありますよ。いいことしてんね、めん。いや、ちょっと。いや、それある、あるとも、あるとも、あるとも。あ、ここだ。どっち方面？プラスマイナス、どっち方面？マイナス円のプラスに。お、来た！よし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 。なんだ？大して力入れてないのに壊れちまった。ナイス。いいね。木の剣を使い切る。いや、ずっとクワでね、耕してくれてた。ああ、なるほどね。ナイス。なんか危ないかも。3に下じゃないわ。あ、わかるよ、わかるよ。おーい。おい、ナイス。マイナス 2000？ あ、見っけた、見っけた。よいしょー。なんかちょっと一個分かったかもしれないです。あー、燃やすやつね。いや僕もね、火打ち石欲しいなと思ってた。はいはいはい。1、3、5。これ、もしかしてガラス瓶持ってこないといけないやつですか、ね、ガラス瓶いるね。あ、そうだ。あ、じゃあ砂持っていくわ、じゃあ砂。はいはいはい。あの、ま、なんかできんのガラス瓶。多分ね、あの、ブレスなのよね。あ、暗黒竜王の吐息が、ね、うん。集めるやつよね、多分ね。え、ガラス瓶で取れるんすか、あれ。あれ取れるよ。いい。あ、じゃあオラ君にやらせてあげよう。初の。うん、うん、マジっすか。初めてなんですけど。俺の圧倒的な能力にってベッドバッカーですか。あ、そういうことかな。あ、ベッドバッカーかもわからん。これでちょっとなんか外したらちょっとかっこ悪いですけど、ね。俺ベッド ガラスを持ってきた。1個だけ持ってきたよ。ベッド6個持ってる。あ、すごい。ナイス。大丈夫だ。え、モブいないかな、ちょっと。あ、いたいたいた。何発か殴ってくれれば。あ、ダメだ。あ、違うんだ。何なんだろう。闇の炎。闇の炎。抱かれて消えるでしょ。はい、それちょっとやってたんですけど。うん。よし、じゃあ行こう。はーい。はい。はい。おしまい。プレス吸い込んで。あと何がいけるかな。おしまいはおしまいなんだ、うん、そこは。王宮のカナ。あー、エリトラかこれ。エリトラかな。でも、いや、僕は俺が思うな。何何、うん、エンダーパールで移動。あー、なるほどね。あー、あー、確かにありそう。世界は俺が守る、この漆黒の翼がな。な、エリ、うんね。これがエリトラか。あー、なるほど。漆黒の翼が。来た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 、これ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 、よしよし、これの多分ね中央ぐらいを取らんのっていうね。来た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 、おー、暗黒竜王の吐息ゲットだぜ。ゲットだぜ言っちゃったら中央感なくなるの。インダーパール、あ、出た、あげるよ、ね、あ、どうぞ、いやいや、どうぞどうぞ。じゃあ行くよ、移動してみるよ、すりつけましたよ、ね、移動してみるよ。ほら、お、あ、ダメだ、あ、違うんだ、いい、へぇ、あ、オラ君ちょっと俺のこといっぱいグーパンで殴ってみて。いいよ、グー、なんでもいいよ、ダメか、あ、違った、違いましたね、よいしょ、あ、さあ行け、お、行った、うまい、いいよ、ナイス削り、おー、オッケー、やっほー、いやー、違うか、あれ違うのか、何も起きなかった、あれ、あれも出ない、あっ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 、あれ、俺、あれ、あれ、めっちゃおもろいんやけど、めっちゃおもろいんやけど、あれ、オラ君やった、いや、僕、え、なんで、僕、
自分の近くでプレイヤーが死ぬ。なるほどね。あ、なるほどね。読み上げお願いしていいですかね。さあ、我が腕の中で生き絶えるがいい。はい、いいね、いいね、ナイスナイス。予期せぬ、予期せぬ感じだったけど。こっちって。ちょっとエリトラ探し行ってみる？おっと。おっと、見えてきたか、あれは。お、マジ？じゃあ。読み込みが追いついて、シップがあるかまだ確認できません。ちょっと多分ないですね、これは。マジか、シティのみ。シティのみですね。結構デカめのシティが。デカめのシティのみ。お盆さんいいの持ってますね。明らかにちょっと調子これでしょ。これいる？これいる？流行りの。あたたたたたたた違うでしょ違うでしょ。おかしいでしょ。いやいや違う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 。何？何？いやいやいやこの闇の炎に抱かれて消えろは。禁断の果実って。あ禁断の果実ね。あー面心当たりないリンゴかリンゴないねなんかコーラスフルーツかなと一瞬思ったんですけど禁断の果実ってリンゴのことじゃないあーアダムとイブが確かにアダムとイブが食べた、はい、誰がやるんですかそれ確かにもうちょっとで僕鉄ブロックおーマジ熱い村が見えるあたりの山で今奥狩りしてるはいはい奥狩り木の方の奥ねモンスターみたいに言ってるけど違う違う違う奥狩りしてる木を飼ってるだけだからなんかね飛んじゃったよ光が終わるどこ終わるねチュキストあ、来たリンゴ来たおこれは多分禁断の果実でしょうちょっと待って山頂で食べたいからなんでそのこだわり謎のこだわりなんだいきますきたー禁断の果実を口にしてしまったこの楽園を追放される時も近いよしあと1個だぞそんなこと言わないのよアダムだがイブだかも別にあと1個だぞみんな自分はいいよ村でおるねオッケーじゃりーんまた全勝基地探しですかもしかしてそれはね、あれはやばいよ、やばいやばいよもう。あれはやばいって。はい、もう帰ってきた。おいだ。いた、ほら。よし。オッケー、行け。神に頼むぞ。行け。これで終われ。ほら、後ろ。後ろ。やばい。うわだ。どこだ。あそこいた。ナイス。行け、オラくん。行きます。召喚するんだ。来い。生まれろ。頼む。オラくん、自分で被ってる、自分で被ってる。間違えました。行きます。はい。これで。そう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 。その上にか。お、行け。お、ほい。違う。お手伝いさん。お手伝いさん。違う。お手伝いさん。マジか。お手伝いさん。お手伝いさん中二病っぽく読んだらならないかなそれっぽく。読めないでしょならない難しいよあと1個なんだあどうしたんだよダイヤモンドダイヤモンドダイヤモンドやっぱこれねやっぱり大事だから、ね、大事だねダイヤモンド大事だから誰かチャッカマンないっすかねあ俺一応持ってはいるけどちょなんか闇の炎がつきそうなブロック持ってきたんですけどニワトリランド開演ニワトリランド開演頼むぜこれねそれあったいけ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 確率の壁を越えろ早急のカナダでもしかして限界コードっすかねあああるんじゃないそう思ってね今ねそうだよねあるんじゃないそうだよねなんか一瞬思っちゃったんですけど、うんちょっと行ってくるわ、行ってくるわ。行ってらっしゃい、ボンさん。行ってらっしゃいませ。楽しみにしてます。違ったら落ちて死ぬから、それもそれ。それもあるかもしれん。あ、ニワトリ生まれたけど違った。違った召喚違う。召喚違う。エンドラかじゃあ。焼き鳥にしてやろうかな。焼き鳥にしてやろう。闇落ちオンリー。限界コードって255でしたっけ ?255 です。255ですね。ね、頼みがあるはい俺ブロック足りなかったわ
あ、ボンさんおった。え？ボンさんおったわ。なんかブロック何ブロック足りません？20ぐらい。あ、バケツ持ってきます。持ってこれんの？あ、水バケツで登ればまあ。あ、そっか。契約と召喚があるんだよね。ですね。はいはいはい。ボンさんもうすぐですか？ちょっとわかんないんですけど、ね。今半分ぐらい。半分意外と高い、意外と高い。そうそうそう、全然あれよ、エンドの塔よりも高いよ。そっか、次からなんかなけなしのブロックに変わりました。ラスト来た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 。おお、じゃあ続き頼む。はい、どうぞ。俺いや、それはボンさんが、うん、チュン、ちょっと、あー飛んでた。あ、消えた。コーラスフルーツで逃げたった。コーラスフルーツで逃げる、やば。あと20ブロックいってきます。はい、あと5ブロック来い。なるほど、来い。きたー、ボンさんも今日一の、今日一のイケボで。早急の彼方が俺を呼んでいる。あざー、イエーイ、やったー。あ、ボンさん死んだ。集合するか。何が思ってたんですかね。あと何だろう。確かに。答え、一応じゃあ答え合わせ。聞いてみますか。はい。猫爺、はい、答え合わせ。あ、答え合わせ。あと残ってるのが、はい、俺と契約して使い魔にならないか。これなんですか。じゃあですね、あの、猫を手なずける。猫なんだ。猫。猫、犬。使い魔がヒントこれ。惜しいな。そうですよ。ま、魔女的な。あ、魔女的な。としてなるほどね。使い魔は猫なんですよね。あ、そうなんだ。そういうあれか。なるほどな、窓紛れ、ね。はいはい。次、血の名役。はい、こちらウィザー召喚です。いやーマジか。よかったよかったよかった。全部達成とか言わなくてよかった。闇の炎に抱かれて消えろ。これよ、リュウチー氏またはファイヤーチャージでソウルソイルまたはソウルサンドに火をつける。わー、じゃあ惜しかったんだ。惜しいとこまで言ってた。惜しいとこまで言ってた。消しに行ったんだけどな。はい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 。火をつけるか。俺は死なねえぜ相棒。はい、こちらは皆さんの予想通り、トーテムで生き返る。あ、トーテムで生き返る。はいはい、なるほどね。世界は俺が守る、この漆黒の翼がな。あ、エンダードラゴンを道具とかじゃなくて、あの、武器で倒すというか。あ、エンドラを普通倒せってことか。普通に倒す、はいはいはい。そうですね。いやでも結構、ちゃんと15個でもしっかり達成できましたね。いやちょっと初め割と楽なやつが多かったから、舐めてたけど、最後5個結構きつかったですね、皆さんね。全然出なかったっすね。全然出なかった。てか、予想と違った時のあれがね、準備してゴーレム、ゴーレム召喚しての予想と違うが結構大変でしたね。はい。というところで、じゃあ本日はですね、中二病、進捗達成するまで、終わりません。今回15個、達成することに成功いたしました。イエーイ！イエーイ！またね、こういった、オリジナル進捗シリーズもお送りしていきたいと思いますので、今日の動画面白かった方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ！じゃあねー。バイバーイ！本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントも待ってるね。なんかお願いばっかですいません。すげえお願いばっかしてんなと思って俺たち。